ニコラス・ディンスモアは、アメリカ合衆国のプロレスラー。インディアナ州ジファーソンビル出身。WWE でのリングネームはユージン。WWE がユージーンの商標形を保持しているため、インディー団体では、ユージーン表記にしている。WWF の参加団体である、オビューにて、ミスターレスリングのギミックでその名に恥じない、リングワークで、 オビューヘビー級王座を9回獲得。また、ロブコンウェイとのタッグチームである、ロード・オブ・ザ・リングで、オビュー南部タッグ王座を11回獲得。2003年に、WWE に昇格し、PPV であるベンジェンスにてドインク・ザ・クラウンとして登場したが、自身のデビューはしばらく先となる。2004年に、ディンスモア自身のアイデアで生まれた友人という、知的障害ギミックでデビュー。 エリック・ビショフの追いという設定であり、知的障害ながらもレスリング技術は天才的。ビショフに教育が兼コーチを任された、ウィリアム・リーガルも舌を巻くほどの技術で、一度見た昔の有名レスラーの必殺技もリングで出してしまうほどであった。一方、ビショフは友人の存在をよくは思っておらず、トリプル H が率いるヒールユニットエボリューションと組んで、 始末しようとするが、友人の奔放な行動にかき回されなかなか、計画通りにいかず、結局エボリューションの怒りを買って襲撃されてしまう。エボリューションとの交争以降は、リーガルと組んで世界タック王座を獲得した。2005年のニューイヤーズレボリューションの試合中に怪我をし、一時、WWE を離脱する。しかし人気レスラーであるため、レッスルマニアのプロモ CM への出演。 および怪我が完治する前にレッスルマニア21への登場を果たす。レッスルマニア21では、モハメド・ハッサンに襲撃され、ハ春くガン登場のきっかけを作った。怪我から復帰した後は RAW に移籍してきたカートアングルと金メダルをかけて構想した。2005年11月、ヨーロッパ遠征中に鎮痛剤の副作用により緊急入院。その後の欠場期間中にそのまま、 WWE との契約が切れてしまうのではとの噂もあったが2006年ロイヤルランブルで電撃復帰した2006年に入ってからはジム・ドゥ・グアンとオークタックを組んでいたまたビンスと d ジェネレーション X の構想時は d ジェネレーション X の行いを喜んでいるところを見つかってビンスの怒りを買い黄緑色のペンキをかけられてしまった そのためその後しばらくはコスチュームにはペンキがついたままになっていた。2007年のレッスルマニア23前にはビンスマクマホンに飲み物をかけてしまいバトルオブビリオネアーズに向けた見せしめに丸坊主にされてしまった。6月の WWE ドラフトによってスマックダウンへと移籍したが9月1日に WWE を解雇された。 オビューに戻って9回目のヘビー級王座を体感した後は活躍の場をインディー団体に移行こう。2009年7月に WWE と再契約する。契約後は主にハウスショーで試合を行い、8月10日の RAW で再契約後初めてテレビ出演する。WWE との契約をかけたポールマッチでカルガリーキットに敗れ、試合後も水に暴行を受ける。 8月14日には WWE から再解雇となった。2010年から再び各インディ団体で活動するようになり、4月24日にはタジリが旗揚げした団体であるスマッシュ2に参戦が決まり来日。タジリとセミファイナルで対戦し、敗戦。またフルスであるオビューでは、ニック・ディン・スモアとしてトレーナー兼任で復帰し、2011年に、 自己最高である10度目のオビューヘビー級王座を体感した。2013年9月、WWE にて新設された新人育成施設である WWE パフォーマンスセンターのトレーナーとして契約したことが発表されたが2014年10月に WWE を解雇された前述の通り友人というギミック上では、天才的なレスリング技術を持つために友人は、 過去の名レスラーの必殺技を真似て繰り出せるという設定になっている。以下は友人が WWE の試合で出したものの一部である。またこの他に相手に向かって尻を振る、尻に噛みつく、四つんばいになった相手の背に乗って、お馬さんごっこをすると、挑発的な行動を取る。ありがとうございます。